身のレバー揚げてます。安っ。え、1個100円5個以上からの、なるほど。美味しそう。ではお邪魔したいと思います。こんばんは。こんばんは。ミュウミュウのはんなりみやこ TV ドスへ。今日も来ましたよ。どこかというと、スージンシリーズ。以前に撮ったのはスージンで、めっちゃ老舗の角打ち、そしてめっちゃ大人気のお好み焼き、そして今日行くところはスージン界隈でね、スージン界隈でもスージン界隈じゃなくてもめっちゃくちゃ人気のうどん屋さん、そちらにお邪魔してきたいと思います。ではどんなうどんが出るか楽しみだ。皆の衆ついてきなさい。こちら須原通りなんです。須原通り、須原通りのガード下をずっと南に下ってもらうとすぐありますよ。これもうね、いい感じよ。その名も見て、これいい感じ。うどんそば糸ちゃん、人気メニュー1位、鍋焼き全部入り。あ、なるほどね。カレーうどん、中華そば、丼ぶりだったら天とじ丼、親子丼、カレー丼。いや、やっぱり鍋焼きでしょう。鍋焼きいくよ。うわ、これも美味しそうやな。身のレバー揚げてます。安っ。え、1個100円5個以上からの、なるほど。美味しそう。ではお邪魔したいと思います。こんばんは。私の好きないい感じだった。もう嬉しい、テンション上がるね。アサヒの瓶ビール、のどからから。今日もお疲れ様でした。皆さん、ではいただきます。乾杯。これはほんまに楽勝。あー、うまっ。ほんまにね、瓶ビールってなんか美味しいのよな、これ。缶も美味しいけど、瓶は格別にうまい。通人界隈、通人地区でね、名物の刻み大根と柚子のね、お漬物です。めっちゃ美味しそう。これに一味をぶっかけて、うまいやん、こんなん。こんなもんかな。いただきます。柚子が効いてめっちゃ美味しい。もうこれね、やっぱだって一味で七味と醤油かけたんですけど、めっちゃ美味しい。さっぱりしてる。これやば。こんなね、大きなね、赤白ね、見たことないで。普通ね、これね、もっとちっちゃいね、赤と白って。まずは白から。いただきます。身の柔らか、癖もなければね、
本当に歯ごたえもあるけども柔らかみもあってめちゃくちゃ美味しい。これこれはうまい。でかかってるソースもねすごい合う。これレバー赤身いただきたいと思います。これが赤やばいねこれね。私ねレバーってほんまにそんな食べないんですよ。以前ね荒西のホルモン屋さんでも食べたけどこの辺のホルモンってほんまに臭みないねん。だからレバーがね苦手って言っても全然普通に食べれるの。日本のほらもうビール進むな。これうまいわ。これやばいわ。いやめっちゃ美味しいほんまに。で美味しいついでにおでんもあるからおでんも注文しました。もう何から何までも言ってやろうかと思って美味しすぎてもう最高よ。最強最高最強。お楽しみに。おでんちゃんっていうんです。足筋ね、うん、これ赤い筋なんでこれがね栗って言ってね3種類。すごい筋でも3種類入ってんね。すごい。へえ美味しそう。食べにくいから半分に切ってます。ありがとうママ。もう最高や。もう糸ちゃんやばい。ちょっともう数人シリーズ撮ってるけども、もうほんまにどこの店も最強やけども、また最強現れたの。見たこれ。もうなんせ全部こんなこんなこの大きさをね伝えたいねんけど伝わらへんよな。でも食べるとき伝わると思う。あー美味しそう。美味しい。うん、筋なのにとろけました。そしてこの味付けよ。筋なのにこんだけ味おいしいね。おでんのね生の糸ちゃんのだしが染み込んでるのよ筋に。これやばいわほんまに。そして酒うまい。見てこの大根もめっちゃでかいね。うん、あのね、糸ちゃんのおでんほんまにね、もう本気本気本気。やっぱりね、筋がね、筋ってすっごい出汁出るじゃないですか。で、いろんな筋が入ってるので、この筋のね、もうね、旨味が全部出て、その旨味が大根に全部凝縮してる。こんな金額でね、こんな大きなね具材で食べれる。ほんまに糸ちゃんやばいね。これ私パクパク食べてるけど、メインのねうどんは絶対言うよ。何から何まででかいの。私は今日は木そば。珍しいでしょこれ。木そばで食べれるって。うまいを通り越して雪劇的うま。うまうま。スープが普通じゃない。さっきのおでんもそうだけど、だしがもう普通じゃない。
の天ぷらもなんかこれを浸して、うどんとともにラムネ、もうやっぱり思った通り、ね、甘くないのがいいのと、ね、酒が強い感じ、最高やわ。卵つぶすよ。めっちゃ美味しい。どうだ。めっちゃ美味しかった。ほんまに糸ちゃんといえばうどんやったからね。メインで最後ね、メインで最後にうどんを全振りで食べようと思ったけど、もううどん食うまでのおつまみもまたうまい。そして最後のもう砦、もう最高やった。ほんまにさすがね、スージンでね一番うまいと言われるうどん屋さん糸ちゃん、もう最強でした。酒もたんまり飲みましたよ。お腹も満腹になりました。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。みゆみゆのハンナリミヤコ TV、 チャンネル登録、高評価、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた美味しい食べ物屋さんでお会いいたしましょう。ではまた。